ただこのシリーズは3枚だね。1枚。1枚のチッコタイプ出てて。で、あとこの2枚だから。まだ全然だからな。いや、このシリーズはなんとかしてコンプ決めたいな。今までずっとコンプ決め、しばらくのラバマツの時以来かな。コンプ決めてないの。それ以来、なかなか揃わないんだよな。まあ、あんだけ買えば揃うよな、全社な。あ、で、一番ね、端っこのやつね、持って帰ってくるとき潰しちゃってるでしょ、開いちゃってるんだけど、まあ、これもね、新しいやつ、同じシリーズだから、よし。できれば、この、蓄光タイプ欲しいね。蓄光タイプ。ゴールデン、ゴールドの星がついてるやつは蓄光タイプあるんだよね。で、この、銀の星がついてるやつは、オリジナル書き起こしで、このチョコビでしか手に入らない。この3枚だけどね。3枚しかないけど。あと、カンタムとかまだ1枚も出てないから出したいよね、カンタムね。よし、それでは、この空いてる潰しちゃって、空いたやつからチョコビの袋を出して、これね、袋をね、ハーフチールの袋を出して、頼むぞー。触った感じ、あー、キラじゃないね。触った感じでキラかどうか。あ、でも、蓄光タイプか。今回は、そうだ、キラじゃなくて蓄光タイプだから分かんないかも、触っても。で、1枚目。さて、どうだ？おー、ノーマルのやつだね。初で思ってないわ。やったー、初しんちゃん。ゲットこれ、新次元クリオンしんちゃんのオラの服はいつもとどこか違うぞ。何が違っているかな？もう答えつかまったね。答え書いちゃってるね、ここにね。逆さになってるけど、見えちゃう。2番のシールだね。2番のシール、ゲット降臨で。できるなら、1枚ぐらい蓄光タイプ出したいよな。蓄光タイプ1枚ぐらい。持ってないの出したいよね。持ってないのね。出るかな？チョコビは横に、ね、置いておきまして、シールをゲッツ。頼むぞー。あ、蓄光タイプかも。あ、わかるかもね、これ。ヒラと同じで、太い、これ蓄光タイプだわ。とか言って外すんだよね、俺ね。でも蓄光タイプだと思う、これは。結構太い感じがする。やっぱキラとか蓄光タイプ太いんだ。蓄光だよね。まだで、蓄光じゃなかったらめちゃめちゃ、蓄光じゃないって、って、マジか、蓄光じゃなかった。うわ、マジ恥ずかしいわ。蓄光じゃないぞ。蓄光じゃないやつだね、これのね。もう被ったしな。しょっぱな被ったしな。くそー、まあいいよ、でも、被りは。2セットぐらいね、できれば。コンボセット欲しい。いや、まあ無理か。2セット調子こいてるよな。まあ、でも、できれば全シールね、被り欲しいから。初被りだしね。いや、カンタムも出したいしな、今回。頼むぞー。蓄光タイプとカンタムを。なかなかやっぱ難しいよね、このしんちゃんのチョコビシリーズ。コンプリート。ラマスの時並みに買わないと無理かもな。あの時ぐらい、もうあの時何個買ったっけ？めっちゃ買ったよね。重さ測った時。重さ測るってやつ。さて、どうだ？蓄光だ！蓄光タイプだ！しかしね、ここでも被りを叩き出すっていう。 せっかくの蓄光タイプなのに、かぶってしまった。蓄光枠が埋まったの、今日の。宇宙から来た光の力でオラに不思議な能力が、お尻に意識を集中するとお寿司が浮かんだぞ。くそー、持ってる。なんでよりによって。貴重な蓄光枠がかぶりで埋まってしまったけど、まあ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 、かぶりもね、大事だからね、かぶりもね。初かぶりだしね。よしよし、オッケー、初かぶり、ありがとうございます。やべえ、どうしよう。 今日も蓄光出ないかもしんない。頼む。いや、蓄光じゃないにしても、カンタムはなー、出してーしなー。くっそー。コンプに近づきたい。コンプに。まだ1枚しか埋まってないからね。一応一応横にね、置いておきまして。はぁ、頼むぞー。持ってないの来てくれよ。持ってないの。さあさあ、もうね、予想するのやめるわ。外すから。もうね、もう予想するのやめるわ。ちょ、キラの時もう一回予想していい？キラの時は太いから絶対わかるはずなんだよね。蓄光タイプはちょっとわからんな。さ、どう、どう、どう。どうどうどう。やったー！熱々！しんちゃん、チョコビ、ぷかー。ぷかー。やったぜー！初しんちゃん、ゲット降臨で。これ、蓄光タイプもあるやつだよね。特別書き下ろしだし、これ。オリジナルの書き下ろしのしんちゃん。チョコビを浮かしてる。やったー！ありがとうございます！オリジナル書き起こしも入った。ストーリー1だ。ある夜、宇宙から飛来した白い光がオラに命中。なんだかお尻が熱いぞ。1話の指令。ただ、蓄光タイプもあるからね。まだまだ出さなきゃいけないから、油断はできない。以上。やべえ。パッケージのここに書いてあるね、一番目立つシールが出た。やっと。オッケー。よっしゃ。これの蓄光タイプも出たら、今日大勝利だよね。
大勝利中の大勝利。チッコタイプよ。いや、チッコタイプさえ先に埋めれば、あとは楽かもしれない。いや、でもどうだろうな。ノーマルでもね、被りまくるからな、このシリーズ。このチョコビシール、ほんとコンプむずいんだわ。うん。コンプリート難易度トップ3に入りそうなぐらい難しい、これ。このシリーズ、チョコビ。頼むぞ。あ、でも、なんか太い感じしない。あ、いい、ちょっと、もう予想しないから。サタカで違ったしね、今ね。でも、チッコタイプじゃないやつ持ってなかったから。初だよね。チッコタイプのやつ持ってなかったから、初々。よし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 。これのチッ、これね、あ、今日出たわ。これのチッコタイプとチッコタイプじゃないやつダブルで、ほら。ちょっとわかりにくいんだけどね。こっちはチッコタイプになってんだよね。で、こう触ったらすごいわかりやすいね。デコボコしてるから。あ、でも見た感じでもわかるかな。これ光るんだよね。前回光らしたけど、メロン味の時。光らしたよね。前回ね。光ってたけど何が何かわかんなかったよね。あんまりちょっとよくわかんなかった。あれ光らしたよね、前回ね。もう一回あの前者コンプして光らそうと思うけど、最後に結構明るかった記憶がある。で、これが最後の一つと。カンタムもいいや。もうちっこいいからカンタム出て。カンタム欲しい。頼む、カンタム。カンタムロボがマジで出ねえぞ。頼む、出てくれカンタムロボ。奇跡起きてくれカンタム。でもちょっと調べちゃうよな。いや、ちっこじゃないわ。ちっこじゃないからカンタムの可能性がある。やべえな、もう被ってんのか。マジでか。こんな序盤で被りまくるか。まだ2回目だぜ、カンタム。ああ、外したけど。やったー。これ持ってない、持ってない。持ってない。最後の方、ここだね。ここのしんちゃん。よしよし、持ってない、しんちゃんが。今日結構埋まったな。今日結構埋まったわ。俺の憧れのヒーローの名前は何かな。こんなもん答え見なくてもわかるよね。答え見なくても。やったぜー。ということで、今回ゲットしたし、並べようかな。ディスプレイしようかな。いや、チンプーデン、去年のチンプーデンはね、コンプできなかった。今回は絶対今年はね、コンプしたいって意気込みがもう違うからね。意気込みは、まだ全然持ってないけど。ちょっと順番通り入れてくるわ。今回ね、かなり埋まった。いい感じだった。毎回これぐらい埋まってくれたら嬉しいんだけどな。かなり埋まった。ほら。かなりいったぞ、今日で。まあ、カンタムは出なかったけどね。カンタム1枚ぐらいは出したかったなぁ。くそー。でも、持ってないしね、たくさん出たし。ね、オリジナル書き下ろしの、まあ、チッコタイプじゃなかったけど、出たしね。いやー、よかったよかった。すげえいい、もう大勝利だね。今日は大勝利中の大勝利中の大勝利だわ。ありがとうございます。ということで、今回の開封結果はこんな感じになりましたと。まだね、次回チョコビ食べたらまたね、買ってくるわ。この、いやー、できるかな、コンペ。やばいな。まあ、いつなくなっちゃうかわかんないからな。ちょ、まあ、あれ買ってくるわ。またね。すぐ、やっぱ買ってこよう。まあ、このままでも保存効くしね。でも、いや、まあ、そこ食べちゃうけど、これぐらいだったら。でも、早く買わないとなくなっちゃうかもしれないっていうね。前のチップでそこなくなったからな。ちょ、怖いな。キャラクター10種、新次元10種。いや、結構多いから、20種あるからね。20種。なかなかコンプリートが大、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 で、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。20だからな。いやー、この20が揃った時の感動と興奮がすごい楽しいだな。それではまた次回、次の開封動画でまたお会いしましょう。できればね、未開封のやつで、金馬も狙いながら開けたいんだけどね。